モスビーズ株式会社小林農業はかつて東京都中央区日本橋本町を本社に実在した生活科学用品メーカーである。現在は経営破綻し会社は存在しないが営業権は小林製薬が承継している。非常常会社。主として家庭用の防虫剤、洗剤、寝具を中心に扱っていた。また戦前には バガテルというパチンコの原点とも言われるバンゲームを日本に紹介。その際、小林の林を林と読み替えてコリンゲームとして発売し、それが後にコリントゲームという名称で知られるようにまでなった。第二次世界大戦前には園芸用の殺虫剤を日本の生活科学用品メーカーとして初めて発売し、戦前から1984年にかけては小能を 主成分とした衛生用液体消臭方向剤を発売していた。一方では、TBS の関東地方の天気予報のスポンサーや、MBS ラジオや東海ラジオ、RKB ラジオの時報前の CM などで有名だった。また、関西テレビ初富士テレビ系で、かつて放送されていた、西郷照彦主演の連続ドラマ、ドテライ、男の最末期のスポンサーでもあった。 この他にもテレビ朝日系の見ごろ食べごろ笑いごろや必殺シリーズ等を提供していた番組は多数存在した。経営不振から自主再建を断念し、1984年に経営破綻。翌年の1985年に大阪市にある大手医薬品メーカーの小林製薬に営業権を譲渡し、小林農業の全商品は、 小林製薬から発売されるようになった。なお、小林の名称が共通のため両社間で資本、人材関係があったかのように誤解されやすいが、実際には両社との関係は全くなかった。かつて小林製薬の東京支社があった建物は、小林農業の本社社屋を一度解体し、耐震性を強化して、 再構築した建物であるが、その後の業績拡大などに伴い、小林製薬の東京オフィスを中央区八丁堀に移転するために、建物だけを残して、東京の営業拠点を八丁堀へ移転した。その後、東京オフィスを江東区冬期十の6に再移転したため、小林農業の本社社屋は再解体された。さらに、東京オフィスは、 一ゴ永大ビルの7階へ移転した。なお、江東区府行きの事業所には関連主会社のオフィスが残っている。旧本社社屋跡地にはローソンを中心とした江戸ビルが建てられている。小林農業から引き継いだ商品そのものは生産が打ち切られているが、現在はサニボン会の後継商品であるサニボンアワパワーが唯一残る。 同社の製品であったバスタニックの CM には当時、読売ジャイアンツの選手だった、西本清や高田茂るらが出演した。最後に、キッチンタニックもよろしく、という。その他には、川内桃子らも出演したことがあり、CM ナレーションには、大阪忍を起用していた。またテレビ番組における、スポンサードの際の読み上げは、衛生薬品の総合メーカー、小林農業だった。

www.ikuji.co.jp スラッシュ p r y 4 0 8 7 h t m l h t t p コロンスラッシュッシ www.covaiash.co.jp スラッシュコーポレートスラッシュグループスラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ www.syogyo.jp スラッシュューュ 2017 01ポスト 016920http w w w i e k u j c o j p e n t r y 5 5 3 0 h t m l ありがとうございます。